領主様の道を照らす光になりたいです。私は何もいらないです。償って返していくための戦いですから。注意して、闇はすぐに飲み込もうとするわ。我が前に立ちふさがる者は容赦はせぬ。ねえマーガレット、あなたの好きなあの花が今年もたくさん咲いているよ。この物語は悲劇か悲劇か衝撃か、それは見てのお楽しみ。